はい、こんにちは。ボンジュー。南仏の方からね、お届けしています。瞑想を習慣化しようよっていうところをシェアするということで、瞑想チャンネルで何回かね、放送というか、動画の方を撮っています。で、この動画を撮る前はですね、必ず私は1分、3分、どんなに短くっても目を閉じて、瞑想というものをしてから皆さんにお話しするように心がけております。やっぱり違うんですね。瞑想って何なのよともう一回考えた時に、やっぱりその私たちの欲とか感情とか思考とか分析ね、いろんなことありますよね。ここですよね。これを一旦超えたところ、それを超えたところの私たちにとって今いいことしかない機能性ですね。これを上げていったところの、これがこう向上していくための作業だと思っています。ね、そしてまたですね、ここ最近私も忙しくて、いろんな理由を作ってですね、瞑想ができないっていう、瞑想をしないっていう選択を私のね、意識とかはしてたわけですね。私がしたいと思ってるんだけど、しないっていう、選択っていうのをね、してきたわけですよ。これ全部私たち選択してますから、できないと思っててもしてないっていう選択をしてるっていうことも言えるわけです。で、ですね、そうですね。じゃあなんでなのよと、瞑想した方が絶対的に脳が機能的にできるのに、なんで瞑想しない選択を私たちはしないするようになってるのってなった時に、やっぱり過去の記憶もあるし、いろんなことがあると思うんだけど、そこにじゃあ意識を向けますかっていうところなんですね。そうです。で、いろいろなセッションが今ありますけど、ブロック解除とか、いろんなね、ものがありますけれども、もちろんそれも一つのね、それで良くなるんだったら本当に大いにやって、そうですね、より良いね、現実を手に入れていくっていう作業がね、非常に有効なことだと思います。で、瞑想ってね、そもそもじゃあ私が思ったのがね、この何なんですかってさっきね、言ったんですけど、そもそも瞑想をしたくなくなる、その瞑想に対する見方、面白い見方を私が持ってる。だからしにくくなっちゃうんだない、じゃないかなっていう、ちょっとアイデアが降りてきたんですよ。で、どうしたらじゃあもっと楽しめるのか、もっとモチベーションを高められるのか、どんなことがあったってトイレに行くみたいな感覚で、瞑想をやるんだってなれるんだよって思った時に、一つ、今の時点でちょっと思ってるのが、目を閉じて1分3分でも、どっかトイレでもどこでもいいですよ、布団の中でも。目閉じて深呼吸にちょっと意識を置いて、少しね、もう目を閉じるっていう、このことが、こういう作業がテレビ見てる時でもですよ、ちょっと目閉じれるじゃないですか。CM の時とか、そういう時に目を閉じて、それが瞑想だと、10秒20秒でもそれで瞑想になるんだっていうんだったらやってください。それで瞑想をやってるって言えるんです、私たちは。っていうことに私はしたいなと思いました。で、つまりですね、そのちょっと思考を一旦止めるっていうことですね。だから瞑想って言って、もう浜辺とかね、そういう山の中とかで、もう1時間2時間とか30分とか、こう本当ダンシッとこう肩にかめはめてね、やらないとそれは瞑想って言えないんだっていう面白い見方を持っていませんか？っていうことね、ちょっと今気づいて、あともう一つです。私たちが目を閉じていかなる時もですね、どんな時でもとにかく私たちが目を閉じて呼吸に意識を向けて、そういうことをすれば何かしらメッセージを受け取れる、アイデアとか、今私たちに必要な、私たちが機能的になれるいいアイデアですね、何かしら宇宙からのメッセージを受け取りますと、コマンド、要するにこう、宣言した時にですね、瞑想プラスそういう、もう自分のこう思考の範疇を超えたいいアイデアがピーンと降りてくることがオプションとしてついてるとしたら、やってみたくないですか？ちなみに私は毎回ビデオを撮るときに、瞑想してからビデオを撮ってますけど、その時にですね、まずは呼吸を整えて瞑想しますと言うんですけれども、そうですね、毎回ね、私が実はやってることが、気づいたんですけど、宇宙からのエネルギーを私は受け取りますって思ってからやっております。で、もしそういうメッセージとかひらめき、必要な言葉とか、そういうものが降りてくるとしたら、それも受け取りますって最近思いながらですね、ちょっと
エナジーワークじゃないですけど、まあ、瞑想の時もね、それをやってみるようにしたら、あ、これ言ったらいいんじゃないかなとか、これをやらないといけないなとか、これテーマとしてあげて大切にしないといけないなみたいなのは、私だけじゃなくて皆さんできると思いました。なので勝手にシェアしてます。で、今日ですね、瞑想の、仕方とかもあると思うんですけど、ちょっと病気で辛いなとかっていう人もいらっしゃると思うんですね。体の具合が悪い、もうそんな、もう思考が巡っちゃって、もう辛い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 、もういや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 ってありませんか？ありますよね、あれがこれがみたいな感じで。じゃあその時にどうしたらいいでしょうか？何が瞑想ですかと、やっぱりしんどい時って来るじゃないってなった時にどうしたらいいかお伝えします。まずは勇気を持ってください。休みを取ってください。休めないよっていうのは言い訳です。もうあらゆる手段を使って逃げてください。病院に行ったりとか、誰かにもカミングアウトする勇気が必要です。休みを取るのも、特に日本人の場合は、性格的なものもありますけれども、どうしてもね、頑張っちゃったりとか、するのかなとか思うんですけど、それが悪いことでもありません。すごいことです。それが分かった上で休んでください。で、もうノーリーズンですね。休むのにも勇気がいりますよ。ですので、とにかく休んでください。怪我したりとか、例えば何かしらの心臓発作とかね、大きな病気がもし起きたら行きたくても行けませんよね。あなたが今そうじゃないとしても、しんどい状態とか、もうまだ大丈夫と思ってても、その、10倍ぐらいは疲れてるし、体には負担が来てると思って OK です。なので、甘えてるな私って、甘いなって思うぐらいがちょうどいいです。嫌われることを恐れないでください。ジャッジを恐れてください。それ一体誰のですか？コメントでもしね、ちょっとこのお話聞いて何か思い出されることとか、ありましたらね、ちょっとご相談とかあればですね、ぜひぜひ書き込みしていただけたら、ちょっと反応していきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。そうなんですよ。その嫌われることとか、周りからの反なんかこうジャッジとか、後々面倒くさくなるとかね、そういうことをね、計算しちゃうんです、頭が良かったりする人ほど。だけど、そうじゃないんですね。もう一つ違う道もあるので、それで休みをね、ちょっと勇気を持ってまず取る。そしてとにかく寝る。寝ていいですよ。もう日中だって寝て、タブーをやってください。自分の中のタブーどれだけ向き合えるかっていう話なんですよ。自分の中のタブーって何ですか？性に関して、寝ることに関して、トイレに関して、旦那さんとか彼氏さんとか家族との関係性について、仕事について、お金について、自分の在り方について、生き方について、お料理についてとか、生活費についてとかさ、なんかそういう自分の中のちょっとタブーをね、あえて紙に書いてみたらいいですね。これはしてはいけないとか、これはないだろうとか、もうこれをしてしまったらもうおしまいだみたいな感じのことを、何でもいいな、ありのままに紙に書いてみて、それをあえてできるところからやってしまうっていうことも一つのワークとしておすすめできます。人に迷惑をかけない限りですけど、あと犯罪とかそういうのにこう手を染めない範囲でですけどね。でも人に迷惑をかけないっていう範囲って言いましたけど、これもちょっと違うかもしれませんね。何をもってして人に迷惑をかけるのかっていうのも人によって違いますからね。そうなんですよ。やっぱり本当にしんどい時っていうのは、まずね、とにかく休む。このことに勇気を持つ。ずうずうしくなることに勇気を持つっていうことをできない。それが大変でね、なかなかね、でもできない人っているんですよ、本当に。そうなんですよ。で、休んでみて、それでもね、それでもなんか自分は休んじゃってダメだなとかね、休みきれない人っているし、脳が、それって性格じゃないんですよ。もうね、脳がそういうふうにね、システムされちゃってるんです。それ一回修正しないといけないので、もう休んで時間取って、ちょっと軌道修正しなきゃいけないっていう考え方したいですね。もう正確ではありません、これは、あなたの。ですので、一旦休んでですね、
瞑想もして、一旦軌道修正して脳のセッティングをし直すんだっていう考え方を持ってみてください。ちょっと長くなりましたけど、今回これ以上です。